えー、久しぶりにサブチャンネル投稿しようと思います。えー、こんにちは、のてったです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。今日はね、あのちょっと真面目な話をしようかなと、えー、思います。あのー、まずは、えー、昨日と今日と、えー、西伊豆で、えー、コンサート、コンサートじゃあコンサートイベントで、えー、と演奏をしてきました。 あの、立ち止まって聞いてくれた人も、あの、トリンりアに聞いてくれた人も、もし、あの、この動画を見てたら、えー、ありがとうございます。えー、っと、去年の9月に西伊豆行って、えー、今年、また5月やらせてもらって、またね、あの、行きたいなと思ってます。えー、そして、あの、今回西伊豆に行って、あの、帰ってきて、まあ、今、あの、帰ってきてるんですけど、えー、思ったことがあります。えー、っと、皆さんに伝えたいことがね、 えあ,りますあのゴールデンウィークであのいろいろな予定が、あのー、あるというかある人あると思うんですけどあのまあその家でゴロゴロという予定も含めてなんですけどあのー、まあその中でも えっとまあ、いろんなとこにね、えー、車で出かけるって人たちがたくさん、えー、いるかなと思います。で別に僕もあの普段だったらあの西伊豆にこのねあの休みの日にあの行くみたいなことはまああんましないんですけどあの今回演奏っていうことだったんで、まあ、行きましたと。あのー、えっ、ー、とー普段あ別にあのこれは僕があの運転前いだろうとかいう話ではなくて普段運転しない人はあのまずあの合流車線を 最後まで使い切ること。あと、えっと、渋滞してるときに前の車が進んだら一気にアクセルを踏んでいかないこと。うん。ええー、そして、あのー、まあ、これはもうみんな言いますけど、あのー、追い越し車線は追い越すための車線なんで、追い越し車線を使って追い越したらすぐに、第一通行台が第二通行台に戻ること。うんまあ、この3つを、 あのあのすごくあのー、僕も意識して運転しようと思います。あのもしねこの動画を見てる人えっとゴールデンウイク中に運転することがあるならぜひあのー、よろしくお願いします。あのー、一人一人の心がけで渋滞っていうのはなくなります。あのー、なくなります。どんなに車が多くても車が止まるっていうのはあのー、信号が赤以外本来ありえないので。うん 止まって動かないってていいうののは一一人一人の運転がどこかおかしいかおしらだと思っぱり、えー、僕音楽やっててあのやっぱりいろんな人と演奏する一緒に演奏するっていうことがあるんですけどこれあの,あの,あの,あの僕は東京芸大でねあの言われたことなんですけど、えー、団体あの一つの例えば音楽だったり一つの曲を一緒にオーケストラで演奏する、うんえー、と一つの道路を みんなで運転する、うんあのまあ、そういうこと同じだと思うんですけどそういう団体で、うん、何かをした時にその例えばじゃあオーケストラで音楽を作りましたの時のじゃあ出来上がった音楽のレベルってそのオーケストラの一番下手な人のレベルなんですよね一番下手な人に下手というか一番まあ上手にできていないっていうのはまあその意識の問題なんですけど ができてないところがそのオーケストラの音楽レベルになるということであの運転もそうだと思います一つの道路を走ってる人の中,人がの中で一番もう基本もう免許持ってるんだから運転が全員うまいはずなんですよだ,けだからつまり心がけなんですよね、うん、心がけができて一番心がけができてない人のレベルの,の道路になると いうことです。あの1人一人が協力して、えー、楽しいゴールデンウィークになったらいいなと思います。ありがとうございました。